皆さんこんにちは。今日はこちらのツリーを飾っていきたいと思います。それではスタート。今日はクリスマスの準備をしていきたいと思います。こちらのツリーは結構小さめなんですけど、机に乗るぐらいのサイズで新しくツリーを買ってきました。これはね、オーサムストアで買ってきました。ファイバーツリーっていうものですね。こちらは1890円になります。中から出してみます。これね、発見した時にすごい可愛いと思って悩んでたらね、やっぱ欲しくて、後日もう一回行ったらもうこれが最後の1個だったんですよ。はい、こんな感じです。上に鈴がついていて、こういう感じでなんかちょっと細いかな。あ、ちょっと広げるんだね。やっぱりちょっと広げます。置いてからもうちょっと調節しようかな。光るんですよ。ここら辺、ここちょっと見えるかわかんないんですけど、こういう透明のなんか釣り糸みたいなのが伸びていて、そこの先端が光るやつってあるじゃないですか。あれなんですよ。それが何個かついていて、それがいろんな色に光るっていうツリーになります。めっちゃ可愛くないですか。それで1890円って安いですよね。もうね、買って正解だったかもしれない。で、これは電池なんですよ。なので単4電池を3つ下に入れます。こう取って電池入れます。OK、 ここにスイッチがあるので後で入れてみます。はい、じゃあ飾ってみます。はい、ここにね飾ろうと思います。で、用意したのはさっきのこのツリーと、あとこちらのリース、あとクリスマスの文字、これをね飾っていきたいと思います。リースを引っ掛けるやつと、リースはニトリで買ってきました。このねリース引っ掛けるやつはこのリース用じゃないと思うんだよね。だからね、ちょっとここが長すぎて結んでちょっと短くして引っ掛けてます。リースはねここら辺、やっぱりちょっとこれもうちょっと広げたいよね。なんか針金っぽくなってるんですよね。もうちょっと広げたい。じゃあこれをここら辺、クリスマスメインにするから、ちょっとウェルカムは後ろで、こんな感じでいいかな。あ、チョコ食べよう。ついでにチョコ開けます。実はもう5日食べたんですよ。赤の丸いちっちゃいやつで、なんかね中が入ってるような感じで美味しかったです。で、コスメのやつも開けてて、母の安らぎボディミルクだったんですけど、ちょっと高級なボディクリームとかにありそうな感じの匂いで、香水っぽい感じもしましたね。6開けます。え、急にでかいの来たよ。あとね、今日は8まで開けます。ミニリンドールボールね。あ、また8はホワイトチョコです。でかい、めっちゃ。これもう絶対中入ってるやつじゃない？いただきまーす。はい、美味しい。でっかいやつめっちゃ美味しいですね。こんな感じでいいかな。この黒いのは光るんですよ。だからちょっとここからチラ見せできるように思いっきりかぶらせないような感じでいいかな。じゃあこれのねスイッチ入れてみます。よし、見て、わかりますか？点灯してるの超可愛くないですか？ちょっとそっちに行きます。色もいっぱいあるし、点灯の仕方もねいっぱいあるんですよ。めっちゃ可愛いの。電池入れるとこんな感じ。これがちらっと見えていい感じ。暗いところで見てみるとこんな感じです。めっちゃ綺麗。あとこれは1年間の保証付きでした。ははい、最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画も面白かったと思ったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。